先ほどウクライナ戦争の原点どこにあるのかというお話を皆さんに伺ったところ、皆さんからそれぞれ別のタイミングとしては別のここからという起点のお話が出てきたわけなんですけれども、ではそのそれぞれの起点、そのタイミングを起点に考えたときに、今回のウクライナ戦争の責任というのはどこの国、また誰にあるのかということをお考えなのか、皆さんに伺っていきたいと思います。石崎さん、いかがでしょうか。起点が違うって申しましたけども、多分3人お三、ね、僕を入れて3人に共通している点というのは、この戦争は少なくともですよ、去年の2月に火星人が攻めてくるように突然始まったものではないって、そこは一致してますよね。はい、ね、じゃあその場合戦争責任というのは、戦争犯罪とは別の戦争責任ですよね。例えば復興の責任であるとか、賠償責任であるとか、日本が戦後やったようにああいうことでやるの で考えるのであれば、ロシアに戦後賠償するっていうのはちょっと僕シナリオが分かりません。うわマジっすか。分かりません。ダメ。分かりません。でそうするとロシアに責任はない、責任ないとは言わないけども、少なくとも賠償責任は求められないという意味でおっしゃってる。いや求めたいですよ、はい、求めたいですけど、求める術があるのかってことですよね。ほう、ね、でだからこそ逆にこれは去年の話ですけれども、はい、まだロシアとの、ね、はい、安全保障専門家と交流ができた時も、これノルウェーの会議のことを一回言ったと思うんですけども、はいはい、その時彼が言ってたのは、その専門家が言ってたのは、戦争に勝つってことは、戦争ってのは必ず壊すわけじゃないですか、で勝者っていうのはこれやっぱり復興する責任が伴っちゃうわけですよ、ね、でそんなことをあの男がやるわけねえだろうってロシア人であるから、ロシア人の専門家がプーチンのこと言ってましたから、だから最初からいわゆる例えば軍事併合、はい、ね、ウクライナは、まあ、その国力もありません、はっきり言って、ロシアにありません、うん、軍事力ありません、併合するため、併合するような、全部ですよ、で、ね、例えばキーウを本当に取っちゃうとか、ね、そういうことすると象徴的に、ね、戦後の賠償責任とか復興の責任を負っちゃいますよね、それや、そのや、綾野のとこはやらないよっ て去年の段階で、あ、一昨年の段階で言ってましたから、ね、だから、国際社会全体のこれは責任。伊勢さん、ごめんなさい、長野さんの質問は、戦争責任はどの国ないしは誰にあるんですかっていう、これを一人とか一国に負わせるのは無理だという意味でおっしゃってる。僕は分かりません。どうやってやっていいのか、それはもちろん、ロシアとプーチンに負わせたい気持ちはありますよ、それをどうやってやるのか。でもそれって要するにルールをちゃん、ルールというかちゃんとそこの部分の線引きをしないと、じゃあ例えば変な話ですけど、太平洋戦争にしたってね、日本が攻めた、アメリカを攻めたのか、いやそうじゃないよ、ハルノートだよ、ないしは石油金融だよ、ABCD ラインだよ、ねえ、ゆきべ先生、ご専門のところですよ。そこなっちゃうと、因果関係を全部背負っていくと、どっちが攻めたのか、どっちに戦争責任があるかって、その話って結局両方が悪いっていう話で、話がまとまっていくって、それでいいというふうに聞こえます。いや、すみません、僕は実務家ですから、はい、逆にこれだけ壊されたあの国土をどうやって一日も早く、復興するっていうふうに頭が働きますんで、その場合誰が金を出すかですよね、責任を持ってですよね、はいはい、もう出し始めてるわけですから。そうですね、でしょ、責任っていうのはつまり出資なんだ。そうです、日本もプレッジしてるわけですよね、これ、はい、復興ね、それはそれで僕はいいことだと思いますよ、でもこれをこう壊してしまった責任をプーチンやロシアに負わせないということは、例えば、まあ、攻め毒じゃないですけれども、槍毒みたいな考え方になって、そのように集結してしまうと、次にうちにも来るんじゃないかというような気持ちを抱く国も出てくるんじゃないでしょうか。だからこそ実務家の観点から言うと、はい、だからこそ破壊を少しでも、ね、少なくしようって、そこで早期停戦なわけですよね、それ去年からずっと言ってたわけですよね、1年経っちゃいましたけれども、時間が経てば経つほど破壊が拡大して、ね、苦しむのは現地社会の人たちだけなわけですよ、ね、で誰にこの復興を賠償責任を負わせるのかっていうね、決定的なメカニズムをこの人類は持ってないまま、ウクライナの人たちだけが苦しむわけですよ ね。でこれはいけないことだと僕は思います。だから石崎さん、ごめんなさいね、その例えば国会議員の方とかがそういうことを言うとですね、何を言ってるんだよって、国際社会においてそんなこと許せるわけないだろうと非難がダーンと来るんですけれども、番組においてもそういう詰め方を僕らはしがちなんですが、平和構築にずっと携わってこられる石崎さんからそういうふうに言われると、僕は非常に何て言ったらいいの、
がっかりするんですよ。あ、やっぱりそれしかないのかと。いや、あのね、分けなきゃいけないんじゃないですか、はい、責任は私はね、はい、この今までの長い歴史の中のね、はい、産物として両方に要因があるにせよ、うん、決定的に行動を起こしたのはプーチンが2月24日に返した、はい、これは重いんですよ、うん、情状酌量の余地がいくらあるにせよね、うん、それはもう決定的なんです、うん、ですから責任はロシアにあるんですが、うん、しかしロシアにね、復興を支援する能力があるかというとない、うん、誰に能力があるかというと、これ世界中で分け合うほかない、うん、そういう意味で、うん、あの責任はロシア、プーチンに一番重くあるけれども、うん、ウクライナの復興というのはね、ロシアではできない。かつての第一次大戦のドイツにね、天文学的賠償金を敷いたことはかえって後は破綻したわけですよ、はいはい、ですから責任あるんだけども全部ね、ロシアにやれって不可能だから、はい、これは世界中でウクライナを支えるという形を別途作っていかなきゃいけない、うん、そう思います。そうすると戦争責任と復興責任っていうのは別だというふうに聞こえます。分けなきゃいけないですね。といってもじゃあ復興責任は世界でまあ、どうですか。まあ、そこはね、日本だって頼りにされてるかもしれないけれども、1270兆の借金を抱える国ですよ、そんなにいくらでも出せるかって言ったら、もう1270兆が1300兆になったら変わんねえだろうがって、そんな話ないわけじゃないですか。そんな余力のある国どこもないですよ。ない。大変だけども、それはでも支えてやらなきゃしょうがないんでね。そうです。一方じゃあロシアの戦争責任っていうのはどうしたらいいというお感じになるんですか。でロシアを一匹、ね、処刑して済むかというと、ね、何もならないんですよね、だって能力ないんですから、ね、ノーペナルティーですか。じゃあいやペナルティーはありますよ、はい、これはもうどんなに大きな、ね、ペナルティーを、ね、プーチンのロシアを受けるか、はい、もう大国としての地位はすっかりなくなっちゃってね、うん、問題児であり、そして、うん、中国の、ね、後ろに貸し付くような、ね、はい、情けない国になりますよ、うん、あるのはまあ軍事力と、ね、資源だけですよね、うん、でそういう方に落ち込む、それ自体がもう大変な処罰だと思いますよ、うん、そしてもちろんね、うん、ロシアはやったことについての責任を問われますからね、うん、そのなけなしの資源の中からも結構出さなきゃいけない、うん、だけど、それでウクライナの復興、それだけにウクライナの復興を頼るとすればね、うん、ウクライナがかわいそうすぎるから、うん、これは世界中で支えてやらなきゃいけないと思いますね、うん、アビルさんいかがですか。戦争責任、復興責任、どう感じになりますか。まあ戦争責任はそれはやっぱりロシアにあるってことだと思いますよね、うん、あの開戦の責任はもうロシアにある、それはもう疑いの、はい、余地がないと、うん、いうことだと思うんですけども、復興責任に関しては、うん、まあ、部分的に、うん、でまあ、どういう形でこの戦争を終えられるかによって、うん、ロシアがどれだけ負担をする条件をそこの中に組み込めるのかが変わってくるってことなんだと思うんですよね。一応だからロシアも資源はあるわけで、それを何らかの形で将来的な担保に入れるとかですね、そういうところまでロシアが合意をしてまでもロシアはこの戦争を停戦したいというところまでロシアを追い込めるのかどうなのかっていう問題は一つある。安倍さんそれできると思っておっしゃってますよ。だから非常に難しいだろうと。先ほどド頭でその代理戦争だとおっしゃったじゃないですか、うんうん、これ誰の代理戦争を戦ってる。 G7、 NATO の代理戦争をウクライナが戦ってるというふうにご覧になるんですか。G7、はい、G7、 アメリカを中心の G7、まあ、G7 で日本も入ってますよ。もうね、でヘルメットのところ送ったじゃないですか。ははじゃあそうすると石崎さんのお考え方だと、日本はもう当事者だっていう話になります。そういうふうに少なくとも日本政府に見せたかったわけでしょ。わざわざ自衛隊だってヘルメットと防弾チョッキなんて僕でも着ますよ現場で、うんね、色を変えますけども、うんねうん、それをわざわざ、うん、で自衛隊の装備として送ったということは、うん、これは日本政府としてはこれは軍事支援をしているっていうスタンスを取りたかったわけでしょ、うん、それは世界がそう考えてくれるかどうか分かりませんよ、うんうんね、それと日本はそうでしょ、うん、だってそう思うんだ、うん、そうしたいんだったら、うん、そう思いなさいね、うん、ってことですよ僕が言いたいのは。結城さん今の話いかがですか。日本はもう当事者なんだと。だから当事者、はいどうぞ。レベルはいろいろあってね、はい、当事者も白と黒だけじゃなくて間にいろいろ日本の場合にはやってるのは例えばこの冬に電動機ね、はい、いっぱいそのロシアが撃ち抜いたじゃないですか、はい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 、都市のね、はい、電源をそれを、うん、なんとか再興するためにというのでね、うん電動機を300、ね、送った、うん、結構大きなものですけどね、うん、それから地雷除去のね、はい、カンボジアと連動して、うん、日本は明らかにねやってることは復興支援なんですよね、うん、
で多少の防御用だからと言いながらねそのやるけれども、うん、本当の武器は送ってない、うん、ただ今それをやるべきではないかという意見も、ねはい、自民党の中で結構強いですから、はい分かりませんけれども、うん、今までのところはね、うん、の戦争当事国というには、うん、ただあの結束がおっしゃるように G7 で、ね、やってるのは NATO なんですよね、はい、実際に武器支援、はい、だけど岸田首相もそれ加わって国際秩序を維持するためにね、うん、の日本が一肌脱ぐと G7 サミットでも広島でもそれを、ね、中心的にリードしようとしている、うん、その意味では、ねうん、ロシアから見たら日本が取りまとめをしている、ね、敵の中心勢力だとまで思うかもしれない、うん、ただやっていることについては秩序感に立って、ねうん、侵略戦争はダメだということで、うん、これを取りまとめしているということだと思うんですけど、ね、その見方からすると結城部さんからご覧になった時に日本っていうのは中立なんですか、うん、それとも当事者なんですか。いや当事者ですよ。それやっぱり当事者ですか。当事者です。絶対にこのね、大国が隣の国に侵略するということについてね、うん、それは中立なんて言わないですよ。これはもう間違いだと。国際法違反だと。だから日本はそれを声を大にしてやり取りまとめする、うん、それはやらなきゃダメですね。伊勢崎さんに一つ伺いたいんですけどね、はい戦争を一度始めたものは簡単に終わらないと思うんですが、しかし終わるためには双方が軍事的勝利についてある種諦めを持つ、それからやり始めたその党の本人がね政変その他でいなくなるということが必要だけど、そうなったとしても大事なのは斡旋仲介のね国際的な力なんですよね。でそういう面から言うと私はね中国とアメリカが一緒になってね休戦せよと停戦せよといいです、ね、やった時にそれは非常に効果があると思うんですが、この文章ではねアメリカを排除してねそれとうまくいかない国ばかりをねこう名前挙げてるんですね。ちょっと待ってください。じゃあちょっと読み上げましょう、はい、そこの部分、はいはい、では3つ目と4つ目についてもご紹介していきます、はい、グローバルサウスの中立国は中国インドを中心に交渉仲裁国の役割を演じるべき、加えまして、うん、日本政府が G7 の意を受けて中国インドとともに停戦交渉の仲裁大国となることを願う、このように書かれているわけですね、うんはい、アメリカ確かに入ってない、はい、その通りです。今大変いいご指摘です、大変いいご指摘ですで、ね、グループに伝えます。それは、うんうん、大変面白いアメリカと中国入れたら、ね、どちらも、ね、ロシア側もウクライナ側も断れなくなるんですよね、うんうん、そういう形を作るのが、うん、だから日本はそれを、ね、こう上手に、ね、準備していくとか、ね、そうですね。でなぜ日本が、ね、そこにちょこっと入ってるか。いやその前になぜアメリカが入ってないのかからいきましょう。結城部さんのご質問は米中でどうだという話です、うん、なぜアメリカ入ってないのか、それは、うん、入らないと思ってるから。何しろ中立があまりにも中立じゃないから。結構微妙なんですよね。あのね、うん、つまりですね、はい、さっき代理戦争の話があったじゃないですか、はいはいはい、多分これ僕の問題だと思うんですけど、僕の問題だと思うんですけども、この戦争は例えばドンバス戦争ね、うん、ドンバス戦争はある意味、うん、ロシアの代理戦争ですよね、うんうん、で去年の2月から始まったこの戦争は、うん、僕はもうアメリカと NATO のアメリカ、特にアメリカの、うん最初から代理戦争になるってことはもうずっと貢献してた。なるほど。これはね、それはやっぱりアフガンの経験があるから、はい、でその半年前に負けたばっかりなんですよ、うんね、だからもう地上軍を送るってことはもうありえない、うん、ありえない、うん、NATO もアメリカもですね、はい、もうゴリゴリですよね、うんうん、ということはこの戦争でやれるとしたら武器供与、うん、僕はねノーフライゾーンぐらいは作ってくれるかなと思ったんだけど、それもやらなかったから、これはもう本当に、ねうん、コミットする、自分たちが気づくことをもう しない、ね、やるのは武器供与だけ、うんね、そうなるとこれはもう完全な、これを代理戦争というわけです。なるほど。つまり代理として戦っている人たちは代理として思って戦ってないわけです。それが代理戦争なんですよ、うん、なるほど。みんな祖国のためにと思って戦うわけですよ、はいはい、当時のムジャヒディもそうでした、うん、本当祖国のためなんですよ、うん、侵略者に対して、うんね、だから代理戦争なんですよね、うんうん、だからこれは代理戦争です申し訳ないけど、それつまり伊勢崎さんは代理戦争という形に持っていってるアメリカが、言葉悪いのかな、それが要するに卑怯である。そうごめんなさい、好きじゃない、だから 中立仲介国には入れたくないっていう、そういう個人的な事情ってそういうふうに聞こえてきます。それは僕はアメリカ軍と、はいまあ、ある意味協力して、いやそれ知ってますよ、アフガン、ねはい、だから別に今はここではだからね、正直申しますと、はい、多分そういうバイアスは僕にかかったかもしれないから、今結城部先生 の、 このご提案っていうのは僕は非常に新鮮で、多分面白い、
考え方としては非常に面白いです、はい、石崎さん、この局面で日本政府が仲裁国となる何かしらのこう力を存在感を発揮していくことできるでしょうか、その余地はありますか。できないと言ったら日本人として悔しいですよね、それは。あ、なるほど、ね、だってかつて日本ってのは予防外交とか、うん、戦争予防、これ日本外交の柱だったんですよ、うん、だからイランに対して日本は独自のスタンスを取って、うんね、それはアメリカも、ね、恩恵を得たわけですよ、うんうんうんね、それとかいろんな、例えば今国連の要請でフィリピンのミンダナオ紛争に関わってるんですけども、あそこでの日本のプレゼンスはいまだに重いでしょ。重いですよ。あ、そうなんですか。重いですよ。よくやってる、つまり反政府勢力とフィリピン政府の仲介、ね、はいはい、に立っていろんなことをやったっていう ね,、はい、ね、そういう伝統が実はこの国にはあったんです、うん、今は分かりませんけど、うん、それを忘れないでほしいというだけの話なんです。で今リーダーたちが来ると、うん、特に広島に来ると、はい、うんね、ある意味停戦ということを考えられなかった、うん、マズロが広島じゃないですか、うん、なるほど、ある意味ね、うん、そこの意味ですよね。核廃絶とかそういうレベルの話じゃなくて、うん、もっと現実の今目の前の問題に対して広島という場をどう使うのかという意味に聞こえます。その通りです、はい、期待できますか、そこの部分。だって少なくともこれまで政府からの発信の中においては、うん、核廃絶の話とかウクライナに関しての、そのないしは中国に対しての動向とかそういう話があっても、今言われたような日本が仲介停戦、うん、そういうところまでのニュアンス、僕はすみません、あんまり聞いたことがないです。あの外務省には、はい、ノウハウが残ってるんですよね。あ、そうなんですか。ジャイカもそうですよ、はい、これはだから素質はあるんです、はい、だから政治意思の話なんですよ、うん、これはもう完全に最近 ASEAN での世論調査の結果を見るとね、はい、中国がぐんぐんのしてるけどね、やっぱり警戒心が非常に強くて、中国嫌っていうのがね大きいんです。でアメリカ好きかというとアメリカ好きも少ないんですね。それに対して日本に期待するというのはものすごく多いんですね。どうしたかというと、日本はねヘゲモンになろうとしないんですよね。お世話をしようとするんです。で例えばAPEC 作るっていう時にね、オーストラリアと中型の、まあ、中型国家と叱る人がいるんで、まあ、大国でもいいけど超大国でないね、はいはい、有力な国である日本とオーストラリアが組んで APEC をお膳立てして、それをアメリカや中国の、ね、ヘゲモンに、ね、引っ張り回せようか、それはダメ。 ASEAN というね、あの中小国の国々の、ね、運営に任せようという決定をしたわけです。でその後 ARF といって ASEAN の安全保障問題でも日本はすごくねサポートした。日本は自分で支配するんじゃなくてね、うん、このよくサポートする、はい、お世話するというの評判いいんですよ、うん、でこれはあの日本は中国と韓国の反日ばっかり見てきた、今、うん、韓国も良くなってきた、うん、それだからね随分嫌われてるというイメージあります。そうじゃないんですよ、うん、日本のような国が望ましいと、うん、ヘゲモンになろうとしないと、うん、じゃあ何なのかというとね、うん、グローバルヘゲモンじゃなくてグローバルファシリテーターだと思うんですね、うん、のこう仕向けていく。なるほど。で日本語で言えば良き世話役だと思うんですよ、うん、良き世話役を、ね、日本外交は結構やってるんですよ、うん、ODA なんかまさにそうでね、うん、そういう意味でねこの広島サミットはね、うん、そういう役割をしっかり果たして、うん、世界の、ね、動きの方向づけのようなことを、ね、やる、これ非常に大事なリーダーシップだと思うんですね。安倍さん、日本の可能性いかがですか。そうですね、まあ、少なくともロシアが日本を見たときに、うん、残念ながらアメリカ追随してるだけじゃないかっていうふうに、はい、少なくとも今のプーチンは見てるんだと思うんですよね、うん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 、なので、うん、そういう意味ではやはりこうロシアという国、うん、大国と、うん、向かい合った時に、うん、どこまで、うん、なんですかね、独自性を出していけるのかという、うん、日本がですね、つまりじゃあアメリカとは違うんだよというアピールをしなくちゃいけないです。そこをどう折り合いをつけていくのかっていうのが、これはなかなか難しいとは思うんですけども、ただ本当にロシアとウクライナの仲介を日本がやろうとするのであれば、それができないと私は難しいと思いますね。最後、日本の安全保障政策の方針どうあるべきかというお話も伺っていきたいと思います。地政学的には日本は軍事的な圧力を強めて、なおかつ核も保有している北朝鮮、ロシア、中国に囲まれているわけですね。そんな日本は
日本の安全保障政策の方針どうあるべきか、うん、日米安保を基軸とした方針、うん、これを維持するべきかどうか、この点について伺いたいんですが、伊勢崎さん、どのようにお考えですか。日米安保一本でいくのか、はい、それともう少し多極化するか、うんうん、特に日米安保の場合は、うん、一つ我々が肝に銘じておかなきゃいけないのは、うん、それは米と仲良くするのはそれはいいでしょう、はい、僕もジャズ好きですから。いやもうないですね。だけどアメリカは海の彼方にいるわけですよね、うん、で仮想敵国の中国なり、うん、ロシアなり、うん、北朝鮮が目の前にいるわけですよね、うん、はい、こういうのを典型的なバッファーステートって言うんです。バッファーステートですか。これもなんか意味わからないままに一応作ってあります。干渉国家。干渉国家ですね。うん、まあ本来の意味は。干渉国家ってことは要するに日本はアメリカの要するに干渉、アメリカを守るための防波堤みたいな意味になりますよ。実はね、はい、いい意味でも使われるわけです。例えばノルウェーなんかそうですよね。うん、はい、NATO の創立メンバーですよ、ね、うん、これでロシアの原子力潜水艦の情報の9割方はノルウェーが提供してるわけですよ、アメリカに。うん、アメリカにね、そんな非常に重要な国なわけです、アメリカにとって、ね、はい、ね、だけれども、うん、ね、いい意味での干渉なさわけです、うん、対戦を防ぐための、はい、で、うん、世界平和の例えばオスロ合意であるとか、うん、ね、ロシアの協力なしで、うん、できないような合意を演出したり ね、うん、ね、で国税としてこれは2014年までなんですけれども、うん、実は、うん、NATO 加盟国でありながら、うん、NATO 軍、アメリカ軍の常駐は許さなかったんですよ、うん、ロシアを刺激するということで、うん、なるほど、 NATO 加盟国なのに NATO 軍の常駐を許さないってすごいことでしょう、うん、ね、それが彼らの国税であり、うん、平和国家のブランドだったんですね、うんうん、これは今微妙に変わってます、うん、2014年から、ね、それ日本はそれを目指せという意味ですか。そうなる前に我々は主権国家にならなきゃいけません、うん、それはじゃあ日米安保の偏無性と呼ばれるものを直せということですか。偏無性じゃなくて僕は互恵性と呼びます。法的な対等性ですね。それは今すぐアメリカにね、はい、外国軍は出てけとは僕も言いません、はい、ね、だけれどもこれはノルウェーも NATO 諸国も全く同じなんですけど、うん、実はアフガニスタンも、ね、イラク政府でさえ、ね、うん、実は以前はそうだったわけですけれども、うんうんうん、アメリカは駐留するけれども、うん、ね、それに自由はないわけです、うん、完全自由は絶対ないわけです、うん、全部許可制、うん、なぜかというと勝手なことをしたら捕獲されるのはその国なわけですよね。それが干渉国家なわけですよね。この自覚を持って、ね、いわゆる法的な対等性を、うん、基軸とした日米地位協定の改定、うん、僕は正常化って言ってますけど、うん、だってそれが普通だから、うん、それが普通なんです、うん、フィリップもそうなんです、うん、ね、それをやって初めて、うん、その日米関係をどうするか、うん、それ多極化をどうするか、うん、みたいなことを僕は議論できる、うん、その前にやらなきゃならないことはまさに主権国家になるということです。横木部さん、いかがでしょう。いや、もう十分に主権国家だと私は思ってますので、はいはい、アメリカ軍を上手に使ってると思うんですよね、はいはい、自前で冷戦期 のソ連の、ね、に対抗する軍事力を作ろうとしてたら経済復興も大変だったし、うん、それができた後もね、中国という巨大な北朝鮮、ロシア、大変そういうのに対しては、ね、うん、日本自前ではできません、うん、ですからアメリカ軍を上手に使う必要があるし、うん、上手に使っていると思う、うん、じゃあ自由を失っているか、うん、失っている部分は、ね、これは程度問題ですね。いかに上手に、ね、対応するか、うん、外交をやるか、うん、気合を入れてね、うん、首相が本気でやればね、結構ね、アメリカ大統領も言うこと聞くんですね、うん、ただそれを十分にやらずに地位協定なんかほったらかしてるね、うん、ことは少なくない、はい、そういう点ではおっしゃる、うん、だけど十分自由であるし、アメリカは結構ね、うん、日本がリードしてることだって、うん、さっきのようにあるんですからね、うん、そんなに卑下する必要はないと、これからしっかり引っ張っていくべきだと。だけど先生、横田区域なんていう概念は世界に存在しません、うん、時間がなくなっちゃった。そうですね、それこそですね、やはり安倍外交が一つのこう学ぶべきですね、モデルにやはりなるんだと思うんですよね、インド太平洋のコンセプトもそうですし、実は私見ててインド太平洋のコンセプトの延長線上で安倍総理はロシアへの関与政策を私は取ってたと私は思うんですよね。それはだからこのアジアにおけるバランスをどう作っていくのかっていう観点で、まあただし今この状況の中でそれはなかなか難しい、ウクライナ問題がですね起きている中で、だけどもその先を見据えた時にはやはりもう少しですね、いろんな形のアプローチをロシアとの関係でもですね始め、今から始めておく
ことはあるんじゃないかなと。さて今夜は日本は多極化する世界とどう向き合うべきかというテーマでご提言をいただきます。では井岡部さんお願いします。はい、グローバルヘゲモンではなくて、グローバルファシリテーター良き世話役にということを申し上げたいと思います。戦前の日本は米ソに負けない海軍力陸軍力を懸命に作って、ヘゲモン太郎と大東亜共栄圏作ろうと頑張ったんですね。その結果国を失って破綻した。でその後日本はリーダーシップ取ること自体をね非常にビビるようになった。もう一遍ヘゲモンになろうと思ったらまた必ずあったんです。そうじゃなくて、良き世話役をね促進役を務めていくと、それが日本のあるべき姿だし得意芸だと思います。ありがとうございます。石崎さんお願いします。はい、これです。干渉国家ですね。これさっきも言ったようにいい意味と悪い意味があります。いい悪い意味から言うと、ね、大国の狭間に我々はいるということですね。つまり何かが起きたら最初の戦場になるのは我々この国土であるというその自覚でありますよね。でいい意味というのは逆に大国間の戦争を未然に防ぐいい意味での干渉役になるという可能性もあるということですね。その自覚を持っていただきたいということです。はい、ありがとうございます。阿部さんお願いします。はい、私はですねトラック1とトラック2と書きました。で、はい、トラック1というのはいわゆるだから政府間というかですねオフィシャルなチャンネルってことですよね。でトラック2というのはどちらかというと民間のチャンネルで、日本はですねやはりこの両方を駆使して、まあ、もちろん同盟国アメリカとの関係も強化をするし、中国やロシアあるいはインドグローバルサウスとの関係も多角的に深めていくという外交をやるべきだ、そういう提言です。はい、ありがとうございます。